こんにちは、ライムです。今回は土曜日限定のチャレンジステージ、アースラ、こちらの攻略やっていきたいなと思います。抗いがたい魅力の誘惑、はい、ということで、アースラもう残り7分なんでもう始めるしかないんだけど、とりあえずね、アースラがこれ土曜日限定キャラなので、まあおそらく強いのかな、他のチャレンジステージと比べて強いのかなっていう予想はあったんだけど、実際これベリーハードっていう表記ではあるんだけど、推奨 HP がですね、これまでのベリーハードとまあ大きく違ってかなり強くなってんだよね。11万8000という数値になってるんで、これがまあ強いですよ。難易度としては一番今現環境で一番難易度が高い感じになってるんで、まあかなり結構、まあ実際苦戦してる方もいますね。あの きっちりあのギミックを理解した上で戦っていかないと、まだなかなか勝つことが難しいといった感じになってるんで、まあ難易度としては高いのかなというところがありますね。はい。でですね、このアースラのギミックについてなんですけど、こんな感じでブレイクタイムイレイザー持ちがいると、まあ攻略しやすい、タイムイレイザーが出てきて、であとまだボスがね、ウィザードというタイプで、またボス戦になったら解説しようかなと思うんですけど、はい。なんでブレイクタイムイレイザー持ちのキャラで編成すると、まあある程度は楽になるのかなというところですね。まあキャラも今現在だとそんなにキャラも多くないので、僕の手持ちだとここに映ってるキャラクターたちになってくるのかな。うん。この僕が今持ってるキャラクターたちを編成してあげれば、まあある程度は簡単にいける。うん。まああとは単純に、まあ敵の殲滅力、ちょっとボス戦でコアを破壊しないといけないっていうギミックがあるんで、広範囲に攻撃できる、まあダンボだったりとか、そういったところも一応適正には入ってくるのかなっていうところですよね。あと光属性なんで、すみません、黄色の属性なんで、あの弱点も取れるというところで、はい、やっていきたいなと思います。時間が、これだからもう時間ないから一発勝負ですね。まあ動画ではまだ一度も負けてないけど、もうすでにアースラを何回か、今日何回かできたんで、今アースラのグレードを21になったぐらいなんですけど、何回かはできました。でこれがね、まあアースラがね硬いんだよね。すごい硬さ、めちゃめちゃ硬いんで、雑魚敵からすでに超硬いんで、もう普通のハードだ、ベリーハードだったらもうこれぐらいで雑魚敵結構倒せてるはずなんだけど、全然なんですよね。超硬い。まあ属性もバラバラっていうのもあるんですけどね。めちゃめちゃ固めです。なんでもう雑魚戦からもうすでにあの SS に関しては普通に打っちゃってもいいのかなと。早めに倒して進んでいかないと、ちょっとね火ダメがすごかったりするんで。オッケー。うん。もう勢いで基本中ボス、ターゲットエネミー狙いで全部 OK だと思います。まあおまけで他の雑魚も倒せたらいいかなみたいな気持ちで。蘇生付きでもないので、蘇生はないので買って硬い、まあ硬い。で2ターン目からタイムイレイザーが出てくるんで、ちょっとね編成今失敗したかなっていう感じしますけどね。まあいいでしょう。タイム、左かな。ジャファーはアラジン、ジャファーはボールが2つになるタイプの SS ですね。これ
こういう時だと後ろでね、後ろで暴れて くれる分にはこのボール2つになってくれる SS 超強いんだよね。めちゃめちゃ強いと思うんですけどね。さあここが3体だ。ここがね、ここがボス前最後ですが、でも最初からタイムイレーザー出てんのがいやらしい。だいぶいやらしさしかない。2秒減少だからね、重っ。2秒、そうこうなっちゃうんだよね。まだ全然ですよ本来であれば。なんでちょっと編成しくりましたけど、本来だったらタイムブレイクタイムイレーザー持ちが2体しかいない場合だと交互に入れた方が当然ながらいいです。でこれだと右にしか今回展開してないので、左方面にランボを使った方が火力が出せるのかな。やばい、スマッシュが出せない。不具合、配信者の不具合が出てる。オッケー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 。ああまあでもまあ削れたんじゃない。まあこれなら火ダメはそんな大きくないはず。まあまあ削れた方よ。次は左にタイムイレーザー来たんで右に打ちます。あーでも大丈夫か、ブレイクタイムイレーザーついてるわ。次の U&ミッキーが OK。ボール2つになってくれるんで、もう右に打とう、ここに打とう。これで右のやつは確実に処理できるはず。折り合い、これこのターンで多分終わる。折り合い、痛い。あ、シールド打ってほしいな。シールド打ってほしい。あー、やばい、思ったようにいかん。あシールドうざかった。ちょっとね、まあ今のは完全に僕が下手くそだっただけですね。はい、皆さんだったら多分突破できてますね、これ。さあ、タイムイレーザー出てないね。タイムイレーザーないわ。ここかちょっと左、あ、そう行く、そういう軌道で行く。あ、全然想定してない軌道で倒したちょっとなんかイレバン率ほんと高いよね、モンストと比べて。なんかわざとそういう風にしてるんだろうけど。さあタイムイレーザー今出てないんで、左が狙い目ですね。左が今コンバクション出やすい感じなんで、左狙いで、左の、あ、ごめん、あれ見てなかったですね。あれを見てなかったですね。エネミー情報ね。一応これバリア展開した間無敵という感じになってるんで、このシールドコアっていうのすべて出てる分ぶっ壊すとバリアが解除できます。はい。で、これバリアを解除しても、一ターン挟んでまた次のターンには復帰してしまうので、壊すタイミングとかも場面によっては重要になってくるかなと思われるんで。ギリギリでシールドコア一つだけ残して、まあ、次のターンに行くと余裕を持ってね、もう余裕を持って本体を殴ることもできるし、一ターンの間に全てシールドコアを壊すと、その本体殴れるターンが、まあ、一ターンだけとか、うん、今こういうこの感じ、今シールドコア残り一つっていうね状況になりましたけど、ここで最初にもう左上のやつを壊せてしまえば、あとの残りの時間をすべてね、本体殴りに時間を費やせるので、結構美味しい状況ではあるんですけど、これ、ダンボ弾かれるんだっけな？貫通持ってるけどどうだったかな？僕、基本、あ、弾かれるやつだ。めちゃめちゃ弾かれてますね。ダンボの貫通でもダメなやつだ。で今本体露出したんで、本体はね柔らかいんだよね。その代わりシールドがある代わりに OK。 次のターンいけますね。次のターンで倒します。
HP だいぶ余裕あるな。これ余裕あるな。普通にまっすぐ打てば多分倒せちゃうんじゃないかな。シールド、シールド、オッケーオッケー、シール、オッケー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 。だいぶ余裕あるな。でラストステージはもうあのユニオンスマッシュもあるんで、ただここはねシールドコアが6つになるんで増えます、増えます。いくぜ、左、こっちか。一つ壊れる。おら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 。うーん、まあまあまあ半分壊したし雑魚も減ったんで。油断すんなよ。あー、左行きたいのにタイムイレーザーが左に設置される、左に設置される。んー、まあふう、うー、まあ右か誰に言ってるか分からないけどね。あ、一つ壊れた。オッケー、あと最後の左下ね、左下が怖い。あ、止まりそうだな。あ、止まった、まあ、そうなるよね。まあいいでしょ、このダンボでぶっ壊して U&ミッキーでフィニッシュできるかなって感じかな。ただここでスキル、あ、使っても大丈夫か。このターンで多分溜まるわ。これでここ打てば多分壊れる。 OK、 イエイ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 、フライト、オレイ。ここで終わりかな。ここでもうワンチャン終わりですね。光で弱点だから、光黄色で、黄色属性で弱点なんです。弱点ユニオンスマッシュ結構軽く終わった。オッケー。まあといった感じでですね、まあちゃんと手順踏めば自己ベスト出たな。はい、こんな感じで終われるんで、周回はまあこんな感じで周回すればね大丈夫かなと思います。ギミック知らない方とマルチした場合には結構グダったりする場合もあるんで、そこはちょっと注意が必要ですけど、はい、といったわけでですね、今現環境で最高の難易度と思われるアースラやってみました。ぜひ参考に皆さんも攻略してみてください。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。